さあ、今日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。黄昏の森モッド。さあ、15回目となりました。行きましょう。今日はね、ヒドラ、倒しに行きます。ヒドラは、まあ強いんだけども、倒し方次第では、すごい楽勝みたいなんだよね。そのやり方っていうのが、近くに拠点を築いて、やられたら、またすぐに行くっていう、ゾンビアタックが、すごい、優秀な戦法らしい。ということで今日はヒドラ行ってみましょう。上の方か。ラビリンスの横ら辺にいるんだよね。行きまーす。お、なんか、すごい。なに燃えた。どういうこと敵もおるし。ちょっと待って。なんで燃えた？え、なんだろう？フィールドに入ると燃える。これどうすりゃいいんだ？え？燃えてどうしようもないんだけど。燃えちゃってどうしようもないぞ。でもヒドラの巣は、この先なんだよな。多分あれはエリアロックだと思う。うん。なんか調べてみたところ、これ、ミーフストロガノフか。これを食べないと、実績解除されないらしいのよね。なんでこれを食べて、行ってみようか。そしたらエリアロックされるのかな？どうなる？あなた、目標達成しました。実績解除するとエリアロックがなくなったんだね。お、なんだこれ。煙が出てるぞ。怪しいな。じゃあ、ヒドラの巣を探しましょうか。うわ、でかっ！あれがヒドラ？でかくない？オッケー。すぐ近くにリスポーン。場所を確保しました。これでいいか。あ、こっち向いた！走れ！後ろを取ろう、後ろを。後ろを取れば、いいんじゃない？行った！待て。よし。ダメージ与えてないじゃん、こんな。よし。え？ダメージが。あ、入る。頭か！弱点。え？頭が弱点っぽいけど、ダメージ全然入んないぞ、これ。よし。おー、怖い。いや、足も入る。なんで？オッケー。いけるぞ。暗視がなければこれ全然見えないね。アイテムをとりあえず全部回収する。回収して OK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 。 あ、なんだよもう。これめちゃくちゃ難しいぞ。もう HP 回復しとるし。 HP 回復してるじゃん。まあ装備品がねありさえすれば大丈夫だ。あ、うめえ！なんだよ、もう。炎ですぐやられちゃうぞ。とにかく急いで。アイテムを回収だ。はい。やるね、お前は。強いな。なんか頭がなくなっとるし、どっかにあるな。どうやっ、下の方にあったりするんだな。あったよし。どう戦えばいいんだ、これ。いや、これね、無理だわ。無理だ。全然 HP 減らない。減っても、すぐ回復するから、これ話になんないのよ。で、一個ね、俺作戦思いついた。下からね、穴を掘っていくじゃない。で、あいつの真下に出て、足をチクチク攻撃するっていう方法どう？
それでちょっとね、俺やってみようかな。ここね、このまっすぐ先ね。オッケーオッケー。ちょっと、その作戦で行ってみようと思います。違うな。もうちょい先か？あ、いた！いた！あいつ。いるいる。あー、危ない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 。危ねえって。やめろ。もうちょい先だな。いけるぞ、これ。あー！うわ、なんかえらいことになってる。よしよしよし、だいたいお前の足元が見えてきたぞ。だいたい分かってきた、お前のいる場所が。よし、オッケー。この辺だろ。あー顔が思いっきり見えてる。もうちょい先か。オッケーオッケー。お前の命はもう少しだ。ここら辺でしょ。あ、あった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 。いるぞ。オッケー。攻撃できる。ここにさ、ちょっと積み上げていけば、攻撃いけんじゃない？これ。これいけんじゃないですか？無理か。もう一段上？もう一段上か。あ、痛い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 。ええー！よっしゃ、はまった。いい感じ。あ、でも、いい場所、いい場所。いい場所見つけた。はめ場所見つけた。もう、ここで行く。こうやって戦って、で、炎吐きそうになったら、後ろに逃げる。この感じで、行きます。もう結構、今で減らしてきてるからね。ずっと同じ場所にいると、炎が来るんで、炎を受けると、どうも一撃で死ぬっぽい。オッケーオッケー。危ねえ。ほんとね、1分ぐらいで、HP 回復が始まっちゃうから、気をつけないといけないんだよね。いやー、もうここまで来たからもう勝つよ。もうここまで来たらもう勝とう。よし。やば！よし！いや、絶対やる、絶対やる！うわ、なんか変になった、変になった！すごい！なんか爆発のやつ撃ってきやがった、あいつ！もう最後の最後にちょっと悪あがきしやがって！もう絶対倒してやるからな！よっしゃ！逃げろ！よし、絶対いける、絶対いける！終わりだ！おっしゃ！よっしゃ！来た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 ！倒した。で、アイテム何が出る？アイテムは何だい？よーし！よっしゃよっしゃ！なんだ？何が出てんの？ヒドラのトロフィーでしょ？あ、肉か！と、灼熱の血。だね。はい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 。剣がなくなっちゃったけど、まあいいや。とりあえず、かなり難しかったけども、ヒドラ、倒しました。あー、結構地形が、ボロボロになるぐらい、戦ったな。いやー、まあまあまあ、ああいう戦い方になったけども、勝てました。それでは今日はヒドラと戦ってみました。すごいずるい戦い方だったんだけども、ああじゃないと勝てなかった。ちょっと無理でした。ということで、ここだいぶ鉱石がいっぱいあるっぽいので、これを回収してから次に進みたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。